はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は12月16日に変わってる時刻の方は0時2分になりました。えっ、ー、とね、ゆレジ F2 関連の皆さんのね、コメントをちょっと拾っていきたいと思います。えっ、ー、と、いつもと逆でね、えー、最新情報からね、ちょっとリロードして一番上から古いものに向かって えーとコメントを拾いたいいたと思います、はい、今これがもう最新だねえー、っとねまず1人目はたまチャンネルさんです、ねえー、もし届いたら袋の時点から開封のところから動画撮って、うん、で箱開けして、えー、中身見て電源シムの確認カメラアプリのチェックなどやって何かあったら不具合だと言えばいい一緒に取り替えればいいうんまあそうだね えっと、あの、個人輸入で買ってるやつなんで、あれエ,エクスプレスから買ったら、あの、とにかく開封の段階から、未開封の段階から写真を撮るのがもう鉄底です。えっ、ー、と、ジャッキメさんがね、イメージ X の、あの、不良があってね。で、それを証明するのに、動画撮影しないと、証明ができないということだよね。で、本当ね、あの、動画、 取ってなかったら証明もできない話なんでねなので初期不良をねあのー、証明するためには必ずね動画を撮影しながらあのー、開封した方がよろしいと思いますねはい、えー、次はねえっ、ー、とオ、うんえーシャンえなになにギャルナックスねえー、シャウミー、ね、ミミノット10オーロラグリーンってキリンたんじゃなくてドラゴンシャンなんだねそうだよ7万もするのか おいらのノート PC も半額、PC もの半額するのか恐ろしいなノート PC やめて、シャオミーね、ミノートってオーロラグリーンにすれば、カバンが軽くなる。その手があったか、そう,そう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 、ね、いい手じゃん。ね、もうカバンも持つ必要なくなるでしょう。そうすればね、うん、そうしよう。ぜひね、方のねうん。かったら教えてね。え と銀さん、ねうん、カメラ、本当使えないですね、ってことだよね。うん。まあ、そうなんだよ。あのー、でも、でもね、あの、弓デジのカメラが使えるようになったら、あの、弓出ジじゃないよ。もう、その時は。うーん。ただ、はあくまでも、あの、スペックはすごくいいんだけど、カメラアプリがね、 えどうもっていうのがあるので。で、あの、一部の噂では、オープンカメラを使えばね、普通に撮れるっていう噂なので、あの、あくまでもね、弓出しのカメラがカメラがカメラがって言うんだけども、オープンカメラを使いましょう。そうすれば、あの、もう全然不満がないと思うよ。うん。おじいさん思うよ。ね。 純正のカメラアプリ使うからつっかえねえなあってなるだけでオープンカメラってそんなに悪くないような噂を聞いたことあるような気がするんだけどね、まあ、ちょっと真相はわからないので、えー、その辺ちょっと知ってる方がいたらねまた情報をください、ねはいえー、っと次は、うん、FFTTO さん SIM、うんえー、トレイが出ないカメラが起動しないなど カステラおじさんのライブ動画に報告。ああ、そうなんだ。ちょっとね、あの、あんまり存じ上げないんで、あのー、ちょっと、ノチェックなんだけど、そうなのあのー、もう、じゃあ、いろんな人にもう届いたってことなんだね。とりあえず、今日。あのー、ね、第1号だけじゃなくて、もうみんなのところに届き始めてんだ、もうみんな。 そうなんだ。じゃあ、もっといっぱいあれなんだね。動画で検索すればいっぱい出てくるんだね。もう、みんなのところに、どこ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 到着して、みんなブラックばっかり到着したんだ。じゃあ多分。シムトレイが出ない。でもこのシムトレイが出ないって、いろんなスマホで聞いたことあるなぁ。あるよ。うん。おじいもなかなかシムトレイ出なくて、あのー、 V580 でもあったし他もなんかいろいろあったねシムトレイが出なくてなんか宿泊してたことあるよ S3、うん、プロムってかななんかあったようん最初なかなか出てこねえっつってねあるあるまあ最初だけだよでちょっと硬いんだよね硬いあのピンを入れてグッて押せば出てくるんだけどね硬いって出てこないってことはないよ硬いんだよね 一回出してしまえばね、あの、ニュルニュルニュルっていくと思うよ。えっ、ー、と、カメラが起動したい。あら、そうなのあのー、一昨日ね、カメラの動画アップしてくれた方いたよね。で、ちょっとイマイチですねってコメントもらったけど、カメラが起動しないのそれは、なんでん、ん、なんでな、なんか、 起動カメラが起動しないのそうな。何が違うんだろううん。まあでもね、あのー、まあ、あのベータ版だからね、何があっても不思議じゃないよね。まあファ、正式版なんだろうけども、ベータ版だからね。<laughs> そうなんだね。ええ、ー。カスラジさんって方のとこについたんだね。うん。そうなんだ。それは何あのー、 ライブ動画に報告あったって、その、ライブ動画で開封やってたのへー。そうなんだね。えー、っと、渡たさん。うん。えー、っと、おじいおちかさまでーす。ゆむねじが大好きな方の動画です。へー。そうなんだおじい一日中あの、今日はまだやりきれなかったけど、アンプとかね、いろんなものをあのいじくってたんで、時間がなくてね。 あの周りを見る時間がないんだね。じゃあうもうたくさんの方が開封してるんだね。うん、えっと次のコメント。神主さん。ね、え弓手地みんななぜ買うのか全くわからない。同じ価格でコスパいい機種あるのにってことだよね。う んでだと思うねもう一部ぼシェカドチャトルでね、ちょっと話ししたんだけど、おユミデシなんでみんな買うのかなねはい、もう答えはここなんだよね。みんなドイムマニアの存在ね。ねえー、他社製品の良さを底上げするためにね、えー、皆さん買ってくれるんだよ <laughs>。まあ、 あの、かっこいいしね。うん。弓出地のデザインかっこいいし、うん。まあ、同じ価格でコスパがいい機種うーん。まあ、あの、人と同じものをしたくないという人もいるしね。同じ価格でコスパがいい機種っていうと、例えばどういうものがある例えば。弓デジ普通だったらみんな、 いくらぐらいで買ったの ?2 万円切る値,値段だっけ ?1 万8000円ぐらいだっか。うん。それぐらいで、えー、同じ価格でコスパがいい。あの、シムとかの抱き合わせ販売じゃなくて、その、端末だけ、すべて全込み少量込みで、えー、もっとコスパがいいやつがあるの u v n エ f スより。ちゃんとカメラも、 あの戦車も4つくっついてて、うん、側面戦車くっついてて指紋洗車くっついてていろんな割り当てもできてあの至り尽くしりと機道がついててもっといいやつがあるのうんいやそんな機種があったらもっと飛びついてよさそうだけどねもしあのそんな夢のようなやつがあるんだったらあのおじいも買いたいからぜひ教えてくださいそんねうん。 そんなにいいものがあるんだね。まあ、あとね、そのユミレジを求める方っていうのは、あのー、本当、プラモデルと同じなんだよ。組み立てるのを楽しみ。で、ね、ファームウェアのアップデートが楽しみ。うん、だから一緒に端末と一緒に成長するのが楽しい。まあ、そこを求める人。だから、未完成の状態で、 えー、買ってまあほぼほぼ完成状態にあるベアボンキット買ってであのちょっとずつ楽しむっていうね、えー、そういうのがあるんだよ。うんね、で「夢、ま、ゲ、あ、ジ」っていうロゴが好きな人もいるだろうしねあとあのボディのデザイン好きな方もいるだろうしねまああのそんだけ売れるっていうことは 魅力まあ要はマ、まあ、シュピックだと思うんだけど見た目の、うん、あのー、とにかく上辺で判断する人が多いっていうのだね。うん、それから なんかなこう自分が何に使いたいのかなっていうそれでメインで使うと思っている人も少ないだろうし何てうかな人がいいって言えばあの自分にも合うのかなって思う人も多い証拠じゃないのきっと。だねあのまあの弓でなんでみんな買うのか。 それは、でも、あの、川口さんの場合は、じゃあ、なんで逆にね、その弓で字を買いたいと思わないのそこなんだよ。うん。川口さんは、なんで夢出ジを欲しいと思わない必ずね、理由があるはずなんだよ。で、その川口さんが思う理由を、他の人は知らない。 だけなんだよそんだけなの、うん、たったそんだけなんだよねだからねその何て言うかなこう同じ価格でコスパいい機種あるとそのコスパっていうのも人それぞれなんだよね求めてるものが違うから何をもってコスパがいいのかなっていうねおじいにどんなスマホを持たしても一緒なんだよ結局 うん、だってあのス、ー、ーパーとか行ってさねピロリーンってあの消したりね使うだけだからあとスマホ <laughs> だ。本当ね皆さんはいろんなものに使うけどもおじいは本当にその軽症でしょねで実用レベルはすごい低いので電話としても仕方てないし、ね、だからね やっぱ価値観の人それぞれってことなんだよね。うん、まあおじいのところに今 P シャティライトね、そしてジェンフォン 5Q、そして F1 プレー。まあ今ここに見ちゃってね、S3 プロもあるんだけど、そうだね。おじいにとって今一番面白いのはジェンフォン 5Q。うん。フロント二眼あるからね。 いや、これ楽しいよ、おじいは。うん、そうだね。お,まあ、おじいは、これ、ジェンフォなんだけど。で、p s テ t ライトは、あのー、明るいなーって感じするんだけど、うん。まあ、悪くはない。悪くはないけど、まあ、電池の持ちもいいし、 うんまあ、特に不満はないんだけど、なんか、なんか、あのー、特徴が、なんか、あもう、あのー、なんかな、なんか、仕上がっちゃってるから、あの、ふーんって感じで、なんか、あのー、アップデートしないかなっていうものも何もないし、なんかもう普通だからさ、 なんか一番つまんないかな、PCRT ライトかだから今、5Q が今、フロントに2眼あるんで、とにかくこれが一番遊べるなーっていう、そんな感じがして、で、次にやっぱり F1 プレイだよね。で、F1 プレイはカメラがあのないものとして考えてるんで、うん。 カメラのようなものが搭載してるらしいけれども、カメラではない。えっと、見てるからね。<laughs> 本当ね。でも普通に、なんていうの、普通にあのー、YouTube の動画見たりとか、ね、うん、なんかあのメルカリ見たりとか、 いや、全然、あの、普通だけどね、全然、くにかね、ちゃんとあの、メモリーとかもしっかり積んでるし、あの、そんな重たいと感じないけどね。いや、いいと思うけど、うん。なんでこれ気に入らないの ?F1 プレいいと思うんだけどなうん。ねえ、弓根そんなに悪いおじそんなに悪いと思わないんだよ。 だから使うかどうかの問題なんだね。だから、m d、G、が言うように、その、シャブのつもりでね、使ってもらいたいっていうのがあくまでも軸にあるので、そう考えると、メインはみんなが好きなものを持っている、それでこと足りる、おじいで言ったら今、J45Q がおじいの,あの気持ちの中のメインなので、もっと F1 プレーがシャブ的存在なんだよね。これでうまくね成り立って ってるんだよカメラのダメな部分をジェイフォン 5Q で補ってるのでだから丸く収まってんだよね特に他に不満がない、うん、ないよ <laughs> であのセキュリティは仕方ないしほしいね顔認証も指紋認証も仕方ないし、うん、全然いいよ だ、これ、これは、あの、2枚ぐらいで買えるんだったら、うん、まあ、いい機種だなぁと思うし、ねさあ、ここに、あれかな視聴者様との溝があるかななんてかなっていう。普通にこれ Amazon でシェルで売ってて、で、あの、ダメなものが来たらね、ちゃんと返品できるし、いや、あの、いいことだらけでしょ。ね まあそんなわけで、あと他の人のなんかあるかな。よいしょ。でも、こんだけさっきでアップしたばっかなのに、こんだけコメントついてるのがありがたいよね。はい、えーっとね、ちょっと待って、ドンタコシさんが来た。というわけで、当医者でーす。今日、えーっとメイトラインからね、まる移してメインとして使ってますが、メインで使ってんのなんでド M なのドンタコシさん。 なんでメインで使ってんの超ウルトラドイムなんだね <laughs>。言われてるような不具合ないですよ。でしょシムスロットに関しては少しきついかなそう,そうそうそう。あの、それで、ね、あの、あ,のあれでしょ閉めるときにちょっとこう抵抗があるっていうか、おじ,おじいのね、S3 もそうだったんだよね。うん。ちょっと抵抗があるかなって感じするけど、 ちょっときついかなって程度なんだよね、うん。ピンをグッと押し込むと電気で、そうそうそう、ほら、おじいもね、これね、今、更新する前に、それ言ってたんだよあの。グッと押せば出てくるんだよ。だからあの抵抗があるんだけど、逆に緩くでポロンと落っこちちゃうよりは抵抗があった方が、ちゃんと落っこちねえから安心だと思うんだけど、これね、弓道だけじゃなくて、他の端末でもよくカカコムで見るよ。これね、あの、最後のあれかな、こうグッ グッ、ね、て押し込むんだよね。グッつって。あるよあのー、このジェイホンだって押しピン,ピン落ちちゃったけど、ウッてやって降りちゃったからさ <laughs> あの、取れなくなっちゃったけど、あるよそんなの。うん、えっと、押し込むとあ,のあっちこう、金型の精度があんまよくないからね。 ピンをグッと押し込むと出てきて引き出せば不修です。逆に緩い方が接触不良とか出てきそうで不安。でしょうでしょうでしょう。ね。そうなんだよ。<laughs> で、カメラが落ちるとかってなら自分も初回になりましたけど、原因はわかってます。えー、対策後は不修ですよ。自分がアップした動画の通りカメラ起動撮影まで不修で、ねえ、なんか普通にやってたもんね。うん、そうなんだね。まあ、あのー、 ね、おじいも、まだその、なんか言われてるような不具って、おじいそれ知らないんだけど、まだ見てないんで、だいたい何人ぐらいの人が何をアップして、どこでも盛り上がってるのか、それが動画なのかブログなのか、あの、なんかよくわかんないんだけど、どんだけの人がアップしてるのか、ね、何人ぐらいアップしてるのかわかんないけど、でもネタでしょう、結局それって。うん、逆に。 細かいとこ、重箱の隅につつくっていうかさ、それでただ煽ってるだけでしょ結局。あの、アクセス化すぎでしょね。というか、ま、いろいろめんどくさくなったので、動画は非公開にしました。<laughs> でも、ドンタクさん大丈夫だよ。あの、ドンタクさんの動画は、あの、海外の人がね、みんなあの、コピーして、何かがアップしてたよ。BGM つけながら。ふふふ。 ねええー、っとねうんとねよいしょコメントねよいしゅとこれねえー、っと絶対負けないマジレス君さんね ユミレジ、本当信用ならん。p s ーーティーライト買った方が男だと思う。うん。まあね。でも、あの、p s ーーティーライトは p s ーーティーライトで、だってみんな情報があつって言うじゃん、みんな。情報がみんな中国に行っちゃうとかってさ。<laughs> あれはもうどうなったのみんな喉元すぎたらもうどうでもいいのファーウェイ。ねえ、みんなファーウェイ使用してんの <laughs> でもねあのまあ弓ミ寺ほんと信用ならんって言うけどみんながみんな信用ならないわけじゃないんだけどその私会社の看板としてはやっぱりなんか信用ならないっていうなんかもうレッテル貼られちゃったよね。そこはおじいもね否定しないよ。 だからそのおめえを返事をするためにね今頑張ってるっていうのは伝わってきてるからねでもここへ来てその何て言うかな現場のね、うん、現場の方でいくら担当の方が頑張ってくれててもその裏切るような感じで、うん、やっぱ。 嘘でなんかね、うん、その場を回避してるみたいなのがやっぱりあるからうーんでも同じ組織の人間としてそこはカバーしてきゃなんないだろうしねええー、あんまり残し直すと突き止まれるしか厳しい立場にあるけどね、うん、でもあの信用してって言われてもやっぱ疑惑の目で見,見ちゃうよねだから 今の信用ならない部分は、どうやったら、あの、回復できるかというと、やっぱもう、これはね、ちゃんとしたね、カメラの、あの、性能を開発して、更新してくれるとかね。で、今まで、あの、出たもの、例えば、A3 Pro だってさ、であの、Android 9に対応してくれないし、ね、 あのー、どんどんアップデートでちょ、ちょっとぐらい使してくれてもいいと思うんだよ。いちいち買い直さないとだって、ね。で、あのー、初代 F1 とかね、S3 プロとかだってさ、もうサポート終わっちゃったじゃん。F1 プレイだってもうサポート終わっちゃったじゃん。ね、ぶっちゃけ。だからさ、もうそこで、今の現状のまま見捨てるんじゃなくて、カメラちゃんと使えるように回復してよ 頼しっておじはそう願いたい、うん、そこなんだよねえー、っとねあとんか誰か一人来てたなえー、っとどっかリップで来てたあこれねうん夢で示談でみんな買うのか分かんないね小芝居記者だよねうんねそれなーですってね、うん、だ例えばどんな記者今ピーサーティーライトっていう単語がね今出てきたけども他に何やるの p ーーティーライトもね、抱き合わせで買わないと、うん、結構いい値段すっからね、あ、って言いながらね、ちょうが、ね、どんたこしたか、今更新したら。うん、ちなみに、ドコモのシム m させて、4G、えー、ボ,ボルテが a p l 設定したけども、勝手に出ました。おー、マジでか。昨日の動画で動きが取れそうに見えたアンドスクロールがスムーズじゃないのは、カメラ越しタッチペン操作だったからです。 アプリ20個以上開いた状態でも重くならずにぬるぬるでして。だろうね。うん。だろうね。だ <laughs> からそんな感じもしたけどもね。うん、なんかね、あのー、昨日の動画は確かにね、ちょっととろそうに見えたよね。で、おやとも思ったけど、あのでもなんかのこう引っかかりながらね、あのー、 こちょっとツンツンってこうなったから、おじとタッチペン大嫌いな人なんで、あれあの、あれパズドラやってる時に、あのあ,あいうのを使ってたんだけど、あれ、いざっていう時に、なんかあのミスるんだよね、認識しねえとかさ、あれ信用してないんだよ。まあ、うん、確かにそうなんだね、うん、ありがとうね、ドンタコシさんで。ということで、ねえー、日本第1号のドンタコシさんは、 あこのように申しております、ねえー、シムスロットに関しては、まあ、ちょっときついかな程度うだけどピンをぐっと押し込めば、ね、ちゃんと出てくるし、ね、引き出せばまあ普通だし逆に緩いよりはいいよって言ってるしね、まあ、これを不具合だなんて、ね、騒いでいる人いないだろうしね。 まあカメラが落ちるっていうのもね初回になったんだね。でも原因は分かってて、えー、あの白いちゃんと直したらならないってことなんでね。まあ、そこら辺もだから、ね、修正されるんだろうね、きっとね。うん、あとは技的マークが出てこないね。それ早く表示してほしいよね,、うん、ね。そんな感じで、ドンタコーどんどこさんは、まあ、普通にもう、あのベルベルを取ったしね、うん。普通に指で使えば普通なんだね。どうもね。恥ずかしがりだもんね、結局。<laughs> その中でまあ楽しいねだこういうのも含めてねあのこれが楽しいんだよ結局でドンタコシさんこも「物来ねえし」っつってね、えー、もう別のものに注文したんだけどね物がちゃんと来たからねお金は払うよって言いながらね、えー、ちゃんと今手元に置いといてあるわけだしねこうしたあのー、検証しながらね、えー、ずっとワクワクして ね、待ってたものをこれで楽しんでるのを噛み締めてるんだよ。ね、これあのー、お人形社の世界だとねなんかあのなん、L、LOL だかななんかサプライズってのがあってね、うん、ここには何が入ってるんだろうって言いながらこう出すやつがねはってたりするんだよ。うん、ああいうのとね同じ感覚だよ。お今回の夢でどんなふうに仕上がったんだろうって言いながらねでああここかとか、ね、みんなそこ探すとか楽しいんだよ。 でアップデートしてくれないかなとかね,、うん、だかねそんなにね悪いもんじゃないと思うよあとあの部屋の中だったしねあと表に行ったらどういう風にしてねあのカメラがあのやっぱおじいも今ねここに p サティライトとか全本とかあるけどもやっぱね今この部屋でいくらあの明るい照明に変えたからといってもやっぱこの部屋の中で撮ってるとやっぱあのすごいもっさりしてるしねうん。 やっぱり、ね、明るい昼間外であのカメラを向けるのと全然違うからね。うん、だからねある程度やっぱいろんな環境でちょっと試してみないとわからないよね。うん、逆に今あの不具合不、不具合の報告っていうのはおじいはどこでも発見できてないけど、まあ、いるとしたらネタだよね。本当ねうんまあ、おじいは、ね、今日は一日動画撮影しっぱなしでね。 あちこち見る時間もないし、あの、まだね、おじいシャルコちゃんの動画ね、うん、まだ後であの見ようっていうながらね、まだ全然見る時間なかったんだね、うんと、おじいも時間が足んないです。そんなわけで、ねあとは、あのまた明日、月曜日なんで、ゆめレジのね、担当者様とお話がね、できると思うので、そしたらまた最新情報の方ね、出したいと思います。 うんまあ大変だなああいうもなんかあのちょっとある意味かわ,いかわいそうだなと思うけどね <laughs>、えー、まああのー、そうねまあいろいろ、うん、まあユーチューバーの宣伝はねえー 宣伝というのは無関係だよね、情報の判断と決断は消費者側にある、ね。いろんな情報が出てるかもしれないけどもね、最終的にどうなんだろうなーってね、本、え、当、ー、ドンタコシさんの情報を見たり、ね、まあ他にも探せば出てくるらしいけどもね、そ、まあそれのを踏まえて、ね、まあ、どこで判断するか。うんねでまあ、品質管理はね、えーまあ、無理だからね。 だから、あの、値段が安くできてるっていうね、まあ、現状はあります。で、もしそこのところが心配だったら、ね、ほんと、シャープのアコース、ね、えー、買うとか、富士通買うとか、ね、エクスペリア買うとか、そこらへ買うときはね、間違いないから、ほんと。品質管理が心配な方、そっち行こう。ね。う で、今はねえ、内部、あの、内部の体制がね、再構築済みなのでえ、まあ、ある程度ね、あの、安定するまで時間がかかるので、ね、まあ、そこのところも見て応援するしかないよね。うん。やっぱり、なんだかんだ言いながら、あの、こんだけ、皆、こう、弓の字が好きな人とか応援する人がいるっていうのは、まあ、あのー、ね、うん、まあ、安かろう、のものを作ってるんだけど、でも、 あれでしょワクワクして見てるでしょドキドキしながら、スペック見ながら、おー,おー,おーって言いながら見てるでしょだ楽しんで見てるでしょで、逆で、あの、夢ちがもしなくなっちゃったら、寂しいでしょみんな。そうでしょね。うん。えーっとね、あ、ドンタコーシャがね、うん、ここで、よいしょ、ちょっと待ってよ。 この玉まチャンネルさんのコメントにね、えー、とさっきの、もし届いたら袋の視点から開封のところから動画撮ってね、えー、箱を開けして中見て電源指紋の確認、カメラアプリのチェックなどやって何かあったら不具合だと言えばいい、そして取り替えればいいってね、でそれを昨の私がやったんです、動画の仕事でね分割にはなりましたが、ねフィルムも剥がさずに動画撮ったら文句がしれしい。<laughs> まあ <laughs> 誰,誰に文句言われたのフィルム <laughs> いやもうフィルム剥がさないで動画撮ったら文句言われたのかわいそうにひどいね SIM は免疫機に入っていたので今日差し替えましたが問題なしです現在免疫機で使ってますが不具合とか騒ぐ人は10万以上出して iPhone でも買えばって感じですねでしょう ねうん、まあでもあのそうだねまあシムの抜き差しがねちょっとどんたこさんもね奥までグッてやればあのいろんなスマホでもそれあるよ読み出しだけじゃなくてマジでねまあこの中でね、まあ、どんたこさん本当にあれだねあのー、本当、うん中立だねただ正しく表現してくれるよねうんね なのでね、まあ、調子悪いのは調子悪い。で、原因が分かったら原因が分かった。ね。それから調子が良ければ調子がいい。ね。大体、あのー、どうった子者は、ね、自分のお金を払って、で、長い時間待って、で、到着して、で、ファームウェアもね、まだ中途半端な状態なのを理解した上で、ね、いろいろいじって、リクエストに答えて、ね。それで、あのー、判断がね、うん。まあ、あのー、問題ないね、ってことで。 ね、やってるわけなんでね、うん、ただおじいが気になるのはどんたかさあのあれだよ明るい昼間ねえ動画にして手ぶれ補正どうなってんのって感じだね手ぶれ補正うん普通に手で持ってねスキップしてど,ど,どうなんかなとかねてかね手ぶれ補正指でじはあの で昔は EIS だか、あれがあったんだよ、オンオフっていうのが、昔のカメラアプリは。で、今なくなっちゃったんで、ねその手ブレ補正がどうなってるのかなと思ってね、今ないじゃん、設定項目が、手ブレ補正の。なんか聞いてるのか聞いてないのか、なんか聞いてるようには見えないし、わかんないんだよね。うん、そこなんだよ、手ブレ補正なんだよ。まあ、あと、まあ、あとはそうだよね。 うんまあ、昨日の最初のやつはでも面白かったよ。あの上のペロペロつけたまんまね。まあ、二重保護フィルムだもんね。光沢フィルムの上にあのあの反射防止のね、あれついてるようなもんだもんね。で、それであのペンでね、ツンツンってこうやってるわけだしね。<laughs> まあ誰かに文句言われたんだね、ほんとね。めんどくさいね。<laughs> でも、あの、おじいだったら、もっと楽しみたい。 うん、だっておじい、パソコンのケースのガラスのペロペロも取ってないからね。うん大事に貼ってあるもんだって、ペロペロ。<laughs> で、今の LG の34インチのやつも、あのー、ビジュルの周りにくっついてたペロペロ剥がしたの、しばらく使った後だよ。ね。まあね、あのー、ゆっくり味わいだからペロペロ取りたいよね。うん 私もペロペロ撮る前に真っ先に撮ってくれたっていうね理系者にお答えしてくれたっていうねありがたいことなんで本当ねありがとねドンタコシさんね <laughs> まあそんなわけでねあともう一回更新して、えー、と終わりましょう新しいコメント来てるかな、ね、まあでももうめんどくさいから非公開にしたんだねでもね動画ねそれがいいよねうん うん、えーっとね、あ、これね、うん、f f って t o さんね、SIM、えー、トレイが出ない、カメラが機能しないのの、カステラおじさんのライブ動画に報告ありましたよってね、で、ドンタコシさん、SIM、ねえー、スロット出ます、カメラ起動します、使い方の問題ですってね、うん、おじい、その方の動画見てないんで、あのー、 どんなあれだったのか。い,いつライブやったのかわかんない。今日一日忙しかったんでね。何にも、あの、検索もしなかったんでね。うん、あもうアンプで精一杯だったんでね。わかんないけど。ね、うん。まあ、霜トレイが出ないとか、カメラ起動しないとか、まあ言ってたんだね。うん。ちゃんと霜シロットは出ます。カメラ起動します。使い方の問題ですね。だから逆にあの、ね、使い方の問題だとしたら、 ま、あネタの、ネタのためだよね。今、あの、こう、これがこうだよって普通に出すよりも、叩きネタ出した方がアクセス稼げるしね。人は寄ってくるし、うん、チャンネル登録人数増やしてアクセス増やすためにね、うん、そのやり方もあるでしょう。ね。うん、まあ、ちょっとね、えー、存し上げないので、あのー、あまりよくわかんないんだけど、ね。うん、はぁ、あ、近いだ さもう一回ね、もう一回リロードしてね、どんたこさんも一生懸命あれだね、あの <laughs>、あの、いろんな方のね、うん、編集、お疲れ様です。もう、もうないかな、さすがにね。もうないで、ね。いや、本当まあ、ワクワクドキドキの反面ね、うん、あいろいろめんどくさくなったんだね、どんたこさんね。でも動画がね、よかったで、ね、あの、海外の方にいっぱい、 あのー、コピーされて、拡散されてるんでね。うん。あれだね、あのー、ドンタコスっ,ってね、えー、ジャパンしっ,って、紙を置きながらやればよかったね。その動画をコピーされてもね、ドンタコスだよってね。あのー、存在アピールするために。ふ <laughs> あ、本当だ。全部非公開になってるね。<laughs> それがいいって。あの、伝説のドンタコスさんね。ふ <laughs> はいお疲れ様でしたじゃあそのわけでね、えー、元気なおじいも今日は寝たいと思います皆さんおやすみなさい弓、ねえー、レジ F2 とにかくねあの心配な方もいっぱいいるでしょうね、えー、日本のアマゾンに入ってくるまでね、えー、来年までとりあえず待ちましょうでそれまでにあのドンタコシさんとかね、えー、使ってて気になることがあったことはね、えー、いろいろ報告くれるだろうから そしたらねあの早くここちょっとあの開発にしたいって、まあ、フォーラムにいろいろ世界中から報告してくれる人もいると思うけれども、まあ、あの日本独自の問題とかあった場合とかね、えー、困るだろうから、ね、あのー、おじいはちゃんと伝えます何かがあれば、ね、で、えー、アップデートを早めにしてもらってそれで日本でアマゾンで、ね、売り始めた時にはもうちゃんと中身がねあのー、あ そうだねどんたこさんねあのコンセントねコンセントもちゃんと日本語バージョンじゃないあの日本語じゃないや日本のコンセントねバージョンとなると嫌だしねなんか気分悪いもんねうんやっぱそんな感じで落ち着いてねおじいも楽しみにしてるよ F2 はあとパワー心配だけどねパワーパワーがちゃんと年内に発想始めるよとは聞いてるものの 一応一週間の遅れだけで済むよとは聞いてるんだけど、でも、ね、あの、まあ、注文自体はそんなに、普通みたいにね、あの、結果が違うからね、全然ね、大丈夫だよとは言ってるんだけども、でも一応なんか心配だよね。はい、じゃあおやすみなさい。またね、バイバーイ。どんたこさん、お疲れ様。